東京湾、アクアライン、東京湾、アクアライン、東京湾、アクアライン連絡道は、神奈川県川崎市から東京湾を横断して、千葉県木更津市へ至る高道路である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、アクアライン、アクア連絡道ともに、CA が割り振られている。東京湾横断道路、東京湾横断道路連絡道として、 地域高規格道路の計画路線に指定されている。東京湾の中央部を神奈川県側の川崎市から千葉県側の木更津島でをほぼ一直線に結んで横断する自動車専用道路の有料道路の名称で川崎浮島ジャンクション JCT 木更津カナダインターチェンジ IC 間を東京湾アクアライン木更津カナダ IC 木更津 JCT 間を東京湾 アクアライン連絡道という、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法では、川崎市と木更津市との間で、東京湾を横断する一般国道を東京湾横断道路と定義しており、また、旧日本道路横断による有料管理を前提としていわゆる民活の手法が具体化されていた。道路法上は一般国道409号の路線に指定されており、 自動車専用道路に指定されている。東京湾アクアライン道路全体の総延長は 15.1km、km で、このうち東京湾を横断する川崎側の約 9.5km 区間に東京湾アクアトンネルと呼ばれるトンネル、木更津側の約 4.4km 区間にアクアブリッジと呼ばれる橋がある。そのトンネルと橋が直結される場所は、 人工島である海ホタルパーキングエリア、PA が設けられ、海ホタル PA 内で、川崎、木更津両方向ともに U ターンが可能である。アクアブリッジは、日本第1位の長さ、全長4384メートルの橋梁。東京湾アクアトンネルは、山手トンネル、関越トンネル、日田トンネルに次ぐ日本第4位の長さ、全長9610メートル。 海底道路トンネルとしては世界最長の道路トンネルである。またアクアトンネル内は一般国道の中でも日本一標高が低い地、海面下60メートルを通る場所で知られる。木更津人工島である海ホタル PA は幅100メートル、全長650メートルで5階建ての休憩施設がある。一方の川崎人工島である風の塔は 直径195メートルの円形の人工島でアクアトンネルの中間に位置しトンネル内の換気を行っている。1997年12月18日に開通。日本道路公団が一般有料道路として管理していたが2000年7月3日の事業計画変更に伴い2013年4月27日に開通した。 首都圏中央連絡自動車道の東金ジャンクション、CT 木更津 JCT を含め、東京湾横断、木更津東金道路と、有料道路事業の道路名を変更。同時に、京葉道路、千葉東金道路で構成されていた料金プール製、通称、千葉プールに組み込まれた。2005年10月1日の道路交段民営化により、 現在は東日本高速道路管理の全国路線網となっている。1988年11月には川崎人工島、風の島と木更津人工島、海ホタルパーキングエリアの間のトンネル部分に警察管轄区域の管轄区分線を設定し、区分線西側を神奈川県警、区分線東側を千葉県警察が管轄している。また、 1997年10月には、関係自治体の千葉県、東京都、神奈川県、木更津市、川崎市が、管轄区分線と同様に協定し、境界線を定めた。夜景スポットの魅力を高めるため、150メートル間隔に設置していたポール型照明を撤去し、LED 照明を、計285灯を新たに取り付ける工事に2013年11月から、 着工し、2014年8月に完成した。川崎と木更津等を結ぶアクアラインは、川崎側はシールドトンネル、木更津側は橋梁を採用している。この構造は当初構想された、広報、構造から一大転換されて採用されたものである。1971年頃の構想では、川崎側と木更津側の両側を橋梁構造とし、中央部を シールドトンネルではなく、チンマイトンネルとするものであった。トンネルを採用したのは、船舶及び航空機という東京湾の海上及び、上空の既存の交通との兼ね合いである。つまり、すべての区間で、橋梁構造を採用すると、大型船舶の航行に支障を来す。だからといって、橋梁で、大型船舶を通過させるだけの高度を確保すると、羽田空港を離着陸する。 航空機の障害となる。そのため、大型船舶を航行可能とするトンネル部分を設ける必要があったのであ実は、この構想段階では二つの案が含まれており、一方、A 案は当時のトンネル換気技術に基づいて中央部に 3km の賃貝トンネルを建設し、森土構造の二つの人工島で橋梁と接続するものであった。他方、B 案も、 中央部のみを賃米トンネルとする点は変わらないが、トンネル中央部にも換気用の人工塔を設置して2本の賃米トンネルを接続し、合計 5km をトンネル構造とする案であった。そして、公費の優位性から A 案が詳細に検討され、1975年に建設省が中央部をトンネル構造とする案を発表して、以降は A 案を前提として、 事業の調査が進められた。1981年頃には、換気技術の進歩を反映させ、一本の沈米トンネルにおいて中央部 5km とする案に変更されたが、中央部を一本の沈米トンネルとする A 案の構造に変わりはなかった。1985年度になると、中央部を沈米トンネルとする構造から、 川崎側の 10km べてをトンネルの構造とし、そのトンネルの広法もシールド工法とするように計画変更がなされた。その理由は川崎側は船舶の航行が多く、実際に建設予定地には1日2300隻もの船舶が通過しているとされたが、全体の約7割が川崎側の橋梁予定部分に集中していたためである。また川崎側を 橋梁からトンネルにし、さらに中央部も含めて、トンネルの広報を沈ン後方広報からシールド広報に変更すれば、建設時、橋用開始後の航行する船舶への影響を少なくできるとされた。構想当初においては、シールド広報は発展途上であり、小口径のトンネルのみに採用され、大口径の海底トンネルに採用された事例はなかったが、 シールド工法は構想中にも進歩し続けていたので、技的に実現可能に至ったという経緯からである。さらに、施工費用の面では、川崎側をトンネル構造に変更したとしても、軟弱な地盤に、株構の施工費用をかけて、橋梁とするものと大差ないことも反したため、現在の構造が採用されるに至った。シールドトンネル、東京湾アクアトンネルと橋梁 アクアブリッジは、長さ約650メートル、幅約100メートルのキサラズ人工と、海ホタル PA で結ばれており、アクアブリッジの橋桁は、海ホタル付近で、総トン数2000トンの船舶が、航行可能な景観の確保と、桁下部分のクリアランスを確保するため高くなっている。また、耐震性と走行性の向上を図るため、日本国内には、 前例がない最多11景観となる多景観連続化が図られている。東京湾アクアトンネルの掘削は、浮島、川崎人工島、風の島、及び木更津人工島の3カ所から発信した世界最大景となる外十14.14メートルの合計8基のシールドマシンによって進められた。川崎人工島はトンネルの中間地点に位置するドーナツ型の縦穴基地であり、 シールドマシンを発進させるため最初に、木更津人工島ととも建設された。川崎人工島は共用開始後トンネルの換気塔のためにも使用され、その中心には排気ガスと新鮮な空気を入れ替える設備がある。東京湾に吹く風を利用して換気するため、換気塔の傾斜などは、季節ごとに変わる風の向きや強さをすべて空気力学的に計算された結果である。 川崎人工島の構造物の素材には、羽田空港を離着陸する飛行機が発するレーダー波を乱反射しないものが使用されている。トンネルの換気等は、川崎側にも設置され、浮島換気口として機能している。浮島換気口は羽田空港をリー走路、共用開始時には、換気工場部が航路の障害となったため、2009年に上部の12メートルを取り払う改修工事が、 行われた。シールド工法の断面は炎上であるため、東京湾アクアトンネルの車道下側に、緊急車両などが通る管理用道路や、光ファイバーなどの通信ケーブルが設置されている。この車道下側は、避難用通路としても、機能するように、気圧を0.1%高めることで、火災発生時に、煙の侵入を防いでおり、車道からスロープで降りられるようになっている。 車道には300メートルおきに避難口、上下線合わせて66カ所があり、避難用通路には、ネクスコ、岩月道路管制センターにつながる、直通の非常電話も設置されている。アクアラインは、トンネル部、橋梁部とも4車線だが、将来的に6車線化が可能な構造で、建設されている。東京湾アクアトンネルには、現在の上下線に加えて2車線分のトンネルをもう1本、 掘削できる、右こう部の準備工事がなされており、海ホタル PA の休日用駐車場の奥に300メートルほどのトンネルが掘削されているほか、風の塔も3本目のトンネルが接続可能な構造となっている。また、アクアブリッジは外側に車線を追加する拡幅が可能な構造となっている。東京湾、アクアラインの開通によって、木更津川崎間の距離が 1> 約1 0 0トルから3 0トル、所要時間も約90分から約30分へと短縮された。千葉暴走エリアの半島性が緩和され、首都圏の物流効率の向上や、暴走半島の経済産業発展や両岸地域の相互文化交流に寄与している。総工費は約1兆4,409億円だが、開通時の利用は推定交通量を大幅に、 下回り、その費用対効果の面で批判がある。これは、通行料金が高速道路全国プール制に、組み込まれず、アクアライン単独召喚で非常に高額なためで、普通車の海上部は、通常料金で 1km あたり198.68円で、あり、同様に高額な料金の、本州四国連絡道路より、若干低い。その結果、 再三性に重大な問題が生じているが、これは元々の推定交通量の見通しがデタラメだったという指摘がある。開通20年後、2017年には上下線合わせて1日6万4000台、すなわち片側に車線上を24時間休みなしに2.7秒に1台の車が通過するという交通量が推定されていた。通行料金の設定については、 数回の料金改定を経て、普通車料金で開通当時は4000円であったものが3000円まで引き下げられた経緯を持つ。さらにアクアライン開通前に遡れば、1997年の消費税5%増税で普通車料金で5050 50円を予定していたが、当時の建設大臣、亀井静香のツールの一声で、償還期間を30年から40年に延長して、 値下げが決された。建設の目的の一つとして、東京湾環状道路を構成し、また県王道と共に三環状道路の一番外側の環状道路の一部を担い、首都高速湾岸線等の渋滞緩和に役立つことが期待されていたが、わずか 15km の道路なのに高額な通行料金のため、アクアラインに利用転換する車両がごくわずかで、目立った成果はなかった。 しかし、立山自動車道の全線開通もあり、東京から南房総までの所要時間が約1時間前後、短縮された。また、2013年4月に、首都圏中央連絡自動車道、県央道が東金 JCT までが開通し、房総半島山間部を横断することにより、茂原市、泉郡など、外房北部地域への到達時間も短縮された。2009年、 森田検索が ETC 無線走行に限り普通車800円へ引き下げると千葉県知事選挙で公約し当選した。公約は麻生内閣との協議を経て実行された。社会実験による通行料金引き下げによりアクアラインを利用するタクシーが増加する一方、競合する東京湾フェリーの輸送台数が2008年度に比べて約3割減少したり、内房線、 内房線特急さざなみ利用者が蘇我駅立山駅で減少し、特に後のダイヤ改正で、木更津駅立山駅間の区間短縮や、本数の大幅削減、日中の運転系統分離を強いられるなどの悪影響も現れている。また、社会実験として実施した料金引き下げにより増加した車両数は、料金の引き下げ幅よりも大幅に少なく、結果として、 社会実験前よりも減収となっており、台数の増加が値下げ分を補填できていない。アクアラインに鉄道を開通させようという意見もある。2008年に東京新聞紙面にてアクアラインのコースを用いて、千葉県木更津から羽田空港を経て、東京都新宿区を在来線規格にて直通させると案が報じられ、一部テレビの報道番組等でも紙面が取り上げられるなどした。 しかし、今のところ実現に向けた具体的な事業案や、行政的な動き、及び大規模な市民運動等も起こっておらず、現実性は皆無に等しい。かつては、中央に、モノレールといった案もあり、完成予想図も作られていた。東京湾横断道路の構想は1961年、昭和36年に、産業計画会議から出された第12次勧告。 東京湾の横断堤を高潮と交通の解決策として S36.728 表内にも書かれている通り、その頃から構想そのものは存在したが、30年以上の歳月を経て1997年、平成9年に実現した道路である。東京湾横断道路の建設に関する特別、措置法に基づき、民間、地方公共団体、 日本道路公団の共同出資により設立した東京湾横断道路株式会社が建設、管理を行い、日本道路公団が道路を所有し、対外調整を行う方式によって事業が実施された。建設工事は東京湾横断道路株式会社が東京湾アクアラインの海上部にあたる 114.3km 区間を担当し、日本道路公団は事業調整、 用地買収等の他に、川崎市と木更津市の陸上部の建設を受け持った。東京湾の海底は、ヘドロ層の軟弱な地盤であることに加え、地震も頻繁に起こる海底トンネルとしては悪条件が重なったところから、技術上の問題を多く抱え、人類を初めて月面に到達させた、アメリカ合衆国連邦政府のアポロ計画になぞらえて、技術者たちから、 土木のアポロ計画と呼ばれた。工事に用いた工材は約46万トン、セメントは約70万トンが使用され、総工費は約1兆4000億円にも達した。東京湾アクアトンネルは長さが約1 0トルに及ぶ長大な推定トンネルである。ため、浮島 JGT 海ホタル PA 間は危険物、積載車両の通行が禁止されている。 街頭車両は東関東道や京葉道路などへ大きく迂回しなければならないが、接続する首都高速湾岸線の川崎航路トンネル、東京港トンネル、空港北トンネル、玉川トンネル、さらには湾岸線に並行する首都高速1号羽田線の羽田トンネルも危険物、積載車両の通行が禁止されており、川崎方面へは一般道路を経由するか、 透明高速などへ迂回する必要がある。なお、規制区間の手前である上り線の袖ヶ浦 IC と、木更津カナダ IC の手前には、該当車両の体質を促す注意標識が設置されている。海ホタル PA は U ターンする必要こそあるものの、木更津方面からのみ、該当車両の利用が可能である。木更津カナダ IC、木更津 JCT 間は、東京湾。 アクアライン連絡道、アクア連絡道区間として、東京湾、アクアラインとは別料金となっている。木更津西 JCT 木更津 JCT 間、1.5km は、高速自動車国道である東関東自動車道千葉、富津線に含まれ、高速自動車国道普通区間の料金が、適用される。アクアライン特別割引、割引率約23%は、 2002年7月19日から実施していた社会実験が2006年4月1日から高級化されたものである。その後も ETC 社を対象にした社会実験割引が相次いで実施され、2007年8月20日に通勤割引を開始、同年9月25日からは特定区間割引が実施されていた。2009年3月。 生活対策に基づく高速道路料金の引き下げ開始と同時に各種時間帯割引が本格的に開始された。まず、3月20日から休日特別割引上限1000円がアクアラインで先行実施され、3月28日にはシニア割引、通勤割引、3月30日には平日夜間割引、平日昼間割引も開始された。 2009年千葉県知事選挙で森田健作が ETC 無線走行に限り普通車800円へ引き下げると公約し当選した。これにより内閣総理大臣麻生太郎と会談が行われ麻生政権下の国土交通省日本国政府と千葉県が必要費用を負担する社会実験として2009年8月1日から通行料金を毎日終日800円。 普通車へ大幅に引き下げた。当初予定は2011年3月末までであったが、さらに3年間延長された。整備重視の料金から利用重視の料金への転換という方針のもと、伊勢湾岸道路と同等の108.1円、キロメートルに料金水準が引き下げられた。ただし、債務の返済状況や ETC 車の割合が増え、 料金徴収コスト差が拡大している現状を考慮し、ETC 限定で当面10年間実施とされた。ETC 普通車800円は消費税率が8%となる2014年度以降も千葉県が引き続き費用の一部を負担することを前提としてそのままの額で継続されることになり、財源は平成25年度補正予算により手当てされた。 割引期間は10年間という報道もあるが、ネクスコのプレスリリースでは当分の間事業許可においては東日本高速道路株式会社が別に定める日までとされている。千葉県も補助を継続する方針で2015年度千葉県当初予算案で東京湾アクアライン料金割引事業として5億円が計上されている。 2009年8月からの料金引き下げ社会実験 ETC 割引800円を開始してからは、交通量が2008年度比で1.5倍前後に伸び、2012年度は4月に開業した三井アウトレットパークキサラズによる波及効果、大きく2008年度前日比で約1.8倍、2005年度道路交通センサス平日24時間、交通量比では、 約3倍と通行量が増大した。それでも、開通20年後、2017年に推定していた、上下線合わせて1日6万4000台の、交通量には達していない現状がある。24時間交通量、大道路交通センサス。開通当初は、高額な通行料金による、通行量の少なさから、自然渋滞は発生しなかったが、 通行量の値下げ施策により次第に交通量が増加したことで、通勤時間帯やゴールデンウィークなど、ピーク期東京湾ア,アクアトンネルの両端にあたる、川崎浮島ジャンクション、上り線と海ホタル PA 入り口、下り線付近で、速度低下による 1km 程度の混雑が日常的に見られるようになった。休日の日中は、海ホタル PA への入庫待ちのために、 分岐手前付近で渋滞を起こすこともある。また、トンネルや連絡橋の坂道と、ほぼ直線という線形から、追突事故や故障者が発生しやすく、車線規制による事故渋滞を生ずることもある。交通量が、飛躍的に増加した2012年以降は、週末、休日の夕方に、上り線川崎浮島 JCT から、アクア連絡道の木更津 JCT まで全線にわたる、 渋滞が頻繁に発生するようになった平行ルートの京葉道路や関東道でも同時間帯は渋滞している場合が多い。主に川崎、東京方面から房総へレジャーで向かったマイカーが U ターンラッシュを生じさせるものであり、木更津 JGT から川崎浮島 JGT までが90分以上になることもある。これは川崎浮島 JGT の接続道路となる首都高。 湾岸線と異なり片側に車線である上、アクア連絡道と木更津カナダ IC が合流する、木更津本領近所手前と、川崎浮島 JCT 手前の途半速度低下が、ボトルネックとなっており、交通容量の逼迫から発生するものである。また、下り線においては週末、休日の朝から昼にかけて、海ホタル PA 手前やサラシン。 金田 IC 付近を先頭とする渋滞が接続する湾岸線両方向にも伸び、大型連休時などは OJCT から海ホタル PA まで数時間費やすこともある。2013年4月27日から上り線のアクアトンネル終点、浮島川手前の途半部分の壁側面に速度低下を防ぐ効果があるペースメーカーライトを設置している。陸上部は 東京湾アクアラインが神奈川県川崎市に約 0.3km、千葉県木更津市側に 0.6km にあり、千葉県木更津市にある東京湾アクアライン連絡道、木更津カナダ IC 木更津 JCT に 8.6km ある。線形は全線にわたって東西方向にほぼ一直線で海ホタル PA や 東京湾の海上部の橋梁区間を木更津から川崎方面に向かうと左前方に横浜市街地、遠方に富士山を望むことができる。東京湾に浮かぶ海ホタルは世界的に見ても珍しい会場のパーキングエリアとなっている。東京湾横断道路株式会社東京湾横断道路は1986年10月に設立された第3セクター企業である。 1987年7月13日、東京湾横断道路の建設に関する特別、措置法に基づき日本路公団と建設協定を締結し、東京湾横断道路建設事業者となった。開通前日の1997年12月17日、改めて公団と管理協定を締結し、日常的管理業務を行っている。本社は、 東京都品川区大井一丁目20番6号、住友大井町ビル北間5階。交通量が想定を下回る一方、運賃が比較的安価な高速バスの路線は、開通時から設定され、木更津駅から横浜駅、新宿駅、品川駅、川崎駅、羽田空港など、あるいは東京駅から木更津駅、君津駅、袖ヶ浦駅、茂原駅、安房鴨川駅。 勝浦駅、立山駅など、房総半島各地への路線が運行され、充実している。また、アクアライン開通後、パークライドを想定した木更津カナダバスターミナル、袖ヶ浦バスターミナル、秘密バスターミナル、市原バスターミナル、市原鶴舞バスターミナルも設置された。なお、羽田空港、横浜方面及び新富士駅から、成田空港へのリムジンバスは、通常ルートである、 首都高速湾岸線が大渋滞や通行止めになった際にアクアライへ迂回する場合がある。近年では、日更津周辺から都心への通勤客も増加しており、鉄道と並ぶ通勤の足としても利用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。